はい、皆さんこんばんは。それでは本日もですね、ジャックホームマスターオブパペットやっていきたいと思います。まあ、前回どこ行っていいか分かんないでここでセーブして終わったんですけど、よく見たらここにですね、さっき発見したんですけどチケットがありました。チケットってアトラクションに使うやつだよね。なんかなカーポカリプスのチケット、これアニマルビレッジはさっき書いてたやつね。メオテラってのは何だろうね。カーなんてらってあそこにあるあれかね。なんか前も気になったやつ、なんかここにラジコンでなんか面白そうなゲームがあって、どうやって遊ぶのかよく分かんなかったんだけど、これ使えるんじゃない。あ、行ったんじゃない。何この視点、何これ W です。うおー、人を引いてる。あ、視点変更できるんだ。いいっすね。こっち行けと。はい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 。これって何？うわー、なんだ？爆発した。あ、何か、もしかしてこれ当たっちゃダメだ。あ、はい。なるほど。無茶な運転すると死ぬんだ。はい、了解。無茶な運転すると死ぬんだね。じゃあまあまあまあ無茶しない程度に滑る。あの UFO に当たったのか。 UFO の人めっちゃ引いてるけど、人はいいのかな。人はいいのかもしれん。うわ、なんかこっちかな。何あれ、ミュータントでかい何かが。これで奥まで行けばいいのか。まあ、簡単でしたけど。はあ、はい。入れなかったあの部屋に入れるようになったわけだ。なんだっけ、ミラーハウスみたいなやつ。OK、 これで先進めますね。よし、 I don't have a ticket to Booba's Funhouse。 入れないじゃん。電気ついたからてっきり入れるのかと思った。チケットが結局必要なのか。チケットがどっかにあるのかな。じゃあ、お、これかな。結構見逃してるね。あ、ブブのびっくりハウスチケット。結構ね、適当に回ったので、この辺のアイテム見逃してますね。チケットとか玉とか。もっと探せばありそうだけど、一応まあ、ブブチケット、ゲットしました。これで中入りたいと思います。なるほどね。チケットがあったらこれが動かせて、で、あっちは、さらに電源も落ちてたってことか。ちょっとね、動線が分かりづらくてあれだったんですけど、なんとかなりました。これで行きましょう。よし、ぴょんぴょん、新しいステージですね。入りますと。弾も手に入ったな。ね、ショットガンの弾も落ちた。絵で描かれたような。Welcome to Boo-Boo's Funhouse。 ブブだって。ファンハウス、なんか出てきそうだね。ハローネイバーみたいな感じだね。サム、あなたはサム？了解。絵で描かれたの、なんかこういう絵のやつ見たことあるな。ボーダーランズとかね。あれはピエロ、ピエロ恐怖症の人とかいるからね。これを見て怖いと思う人もいる。飛び出してきそうなので一応セーブしときます。ショットガンを構えておこう。何もなしか。顔が狂気に変わったね。
狂気に変わりました。ピエロってことだよみんな。あ、あかん。あ、開いた。サムが、あいつはてあー、あのウサギ見たことあるな。犬がいっぱい、 AI で描いたような犬が。ハムスター？ Sam was a lonely boy. ストーリーがあるのか。 Sam didn't have many friends. サムは友達が少なかった。 His best friend was a stuffed animal named Max. サムの親友はマックスというぬいぐるみ。 named Max. Max. ストーリー仕立てか。なるほど。今回はまたストーリー仕立てみたいですね。ピエロがいちいち顔が、何なのピエロは。さあ夜のシーンだ。 For his birthday, his parents gave him a present. He was a new friend. 動物。ブブー、the hamster. あ、ブブっていうのはハムスターなんだ。ブブのびっくりハウスって言ってたけど、あれがマックス、これがブブね。オッケー。上か？上だ。よいしょ。滑り台かな？ヒュー。あんまり滑んなかったな。マックス。なぜ弾がセーブは分かるけど、なぜ弾が補充されたんだ。狂気のピエロ。Sam's parents worked a lot. 一人でゲームをしてるわけだ。 Sam spent all day playing video games. サムは Sam didn't do housework. 宿題もしないで一日中ゲームを。両親が多忙だから、まあ両親が多忙でも一日ゲームしてま、多忙じゃなくてもゲームしてましたけどね、私は。まあ行きましょう。ちょいちょいなんか絵が変わっていく、ピエロの。ピエロは語り手なのかな？あ？どうした？Poor Boo-Boo was very hungry.Had escaped from the cage. He fell out of the cage badly and stopped breathing. He was bleeding from his little googly eyes. Sam didn't want his parents to know. He took the stuffed animal, took out the batteries, and put Boo-Boo in it.あー、そんなにこの高さから落ちて血だらけになるようなことはないと思うけど、落っこって死んだと。でそれを両親に奪いたくないからマックスの中に隠したらしいですよ、ブブの死体を。死骸か。ん？なるほど、ブブがマックスに宿るのか。なるほど。また人のピエロ怒ってる。なんであの人わざわざピエロが毎回出てくるんだろう。But Boo-Boo had made a he wasn't going to let Sam play alone ever.なるほどね。バケキツネみたい、あ、バケウサギかみたいになったりして復活したんだ。マックスを一人で遊ばせないためにっていうか、ひっそりにしないために。あれ襲ってきそうだな。なんで弾がいっぱい補充されるもんね。サム、もう僕と遊んでくれないんだね。僕のことなんか忘れてしまっている。新しいゲームをしようよ。君は隠れて僕が探すから、君が僕を見ていないときに君を探しに行くよ。
君が僕を見てる時、君は探しに行くよ。なんとなく察しがつくような感じだな。人形だろ？人形で顔が見ていない時に近づくよって言ってるってことは、つまりそういうことだよね。カン、そういうことだよね、多分ね。そういうことだな。見てないと来るんだな。いや、道間違えてるかもしれない。行き止まりだ。ウィーンカちゃん、袋のネズミということですね。通れない。どうして？ダメだ。なるほどね、道を間違えたらアウトだ。分かってたんだけど、これ積みってことか。あっち入っちゃうと、そりゃ右行くでしょうよ。 OK、 理解した。足速いな。速いな。次どっち？また行き止まり。くそ、もうこれどうしようもねえじゃねえか。そしたら全部左か。抜けれた。よし、どうしようもねえじゃねえかよ。プネ、よし、一定以上離れてもダメなのか。かてえな。なるほど、隙間があれば横抜けられるね、一応ね。どうなってんだこれ。しまった。待て、そっちじゃないかもしれん。あぶねえ。来る。時間かかりすぎちゃうな。でもショットガンも温存したい気もする。血がついてる方か、これ。よし。何これ、待て、読んでる暇あるか。サム、パパとママは仕事で家を開けるから、パパとママの留守の間、ブブの世話を頼んだよ。いいか、常にしっかり目を開いてママの言うことを聞くんだぞ。人生では人の話を聞くことが前進し、安全なステップを踏む助けになる。ママの言うことを聞けばいいってこと？セーブしていいですか。これさ、イカゲームで見たやつだな。ママの言うことを聞きなさい。ママ指示出してもらっていい？いや、ママの言うことを聞く。ママは何か言っていますか？なぜママの言うことを聞く。
ママの言うことを聞く。2回乗ったら割れるだけか、普通に。それとも、あ、ピリピリって言ったらおしまいだなるほど、ピリピリでおしまいだな。言うことを聞く。どこかに指示があるか。わかんねえな。どっちかだ。こっちだった。わかんない。どっちの音がわかんない。わかんないな。他に攻略法あんのかな。あ、いけるかも。あー、でもお前邪魔だよ、お前。来てる？いけたわ。マジでね、いくらやってもダメだったけど、今、走り抜けたらいけたね。何その攻略法。来る？持ってるよね。来るよね。来るよね。来るよね。開かないのか。ちょっと待ってくれ。鍵なり何なりを探すのか。どこに鍵あった。こいつはやれないよね、普通に。どうしよっかな。アイテムを探したいね。背を向けられないというのは結構きちいな。取れる。なんだこれ。コントローラー？これ何すんだ？ゲームのルールがわからん。ゲームができんのか。お？意味が分かんねえな。何すりゃいいんだろう。あ、おもちゃ？おもちゃをしまうのか、これ。この中に。Some toys are still missing. そうっぽいね。おもちゃがいくつか行方不明だ。あー、なるほどね。お、意味が分かんなかったな。落ちてるおもちゃをしまえばいいんだ。確かに。これか。あー、了解了解了解。見えねえ。おもちゃをしまう。そのサッカーボールもそうか。Some toys are still missing. そう、説明してくれ、ゲームのルールを。Some toys are still missing. サッカーボールどこだっけ。これか。オッケーオッケーオッケー。やっと分かった、ルールが。なあ、以上以上。距離を詰めさせて。詰めなくていいんだよ。詰めさせてじゃなくて。閉めろ閉めろ。閉まらないのか。閉まった。よし。うわ、ゲームルール分かんなかったな。泣いている。ゲームっぽいね。何お前。なんだお前。なんだお前。ゲームだ。グリッチ
チシティに移動する。ゲームの中に入るってこと？ゲームの中に入るみたいだね。おお、なんか急によく使われるアセットのゲームだ。サムの中のゲームにいる。あ、電車今動いてんのね、これ。あー、サイバー的な、サイバーシティ的な感じっぽいね。じゃあこのゲームを攻略しなきゃいけないってことかな。導入長いな。何これ、どうなってんの。グリッチシティ、グリッチシティがなんだかわからんけど。ここに回復があってことは、このゲームの中の回復か。あ、いや全部持ってんだな。なるほど。玉なしなのかこれ。もしかしたらまた。急に男女が。何このグリッチして。あの T 字ってか、あ、え、いや、フェイスイズソービッグ、気味悪いね。え、何これ、なんだこれ。殺戮の限りを尽くせる。弾無限だわ。あ、ガンガン撃っていくゲームってことこれ。弾無限みたいだね。意外に倒せないのな。音楽もうるさ。意外に倒せないわ。まあ、来るもん全部こう。あんまり壊せるわけじゃないのね。あんまり言うほど壊せるわけじゃないのか。まあでも。とりあえずちょっと全部吹っ飛ばします。この爆風の中を普通に抜けてくるね、敵。爆風の、あ、爆風の最悪だ。裾が今椅子に引っかかって手が上がんなかった。いや、数が多い。意外とやりきれてないんだな。爆風の威力はない。思ったよりほど爆風の威力はないんだね。大丈夫か、後ろ一撃でやれるわけじゃないか。まあ端から壊していこう。うわー、やばい。これ聞いてんのかこれ。聞いてないかも、聞いてないかも。逃げるしかない。聞いてないね、攻撃ね。ちょっと回復するか。音楽がうるせえ。ノリノリならわかるけど、あれ、いなくなった。まあ倒さなくてもよかったのかな。さあここに入ろう。多分これゲートでしょう。よし、ゲームが、音楽がうるさかったな普通に。あ、帰ってきた。
って拍手してる。え、クリアってこと？はい、クリアって、あ、なんかショットガンあるよ。新しいショットガン？いや、一緒だよね、多分ね、これね。同じショットガンだ。なんで？ああ、弱ってる。やっていいのか？やれんのか、これ。やれそうだ。やった。何すんのお前。この野郎が。あ、気持ちいい。よし。これでクリア？あのガラスのとこが一番難しかった。ガラスのとこがえぐいぐらい難しかったな。はい。で次どこ行くんだ？なんかカクカクしてる。なんかすっごいカクカクで重た。あ、バケツ？バケツみたいなの取ったな。何を取ったんだ？機械用潤滑剤。あー、なんかあの観覧車が錆びついて動かないって言ってたかな。これだ。はいはいはい、どこにオイルを差し込むか分かんなかったんだけど、ここか。あ、え、あ、これでいいのか。分かりづらい。あ、動いたね。分かりづら。潤滑油を使ったので、これに乗り込めばいいってこと？なんか死んだ音がしたな。どういうこと？ん？もうね、わけわかんない。なんで死んだの俺今。ちょっと待って、わけわかんない。え、観覧車に乗り込めばいいんじゃないの？違うの？今俺落ちて死んだよな。もう一回死ぬかな。怒ったってこと？普通に乗ったよね。何これ。え、めっちゃ揺れてる。キモい。高いとこは苦手なんだって。ちょいちょい何していいかわからないのさ、不思議な挙動をするゲームだね、本当に。Frederick, and I still don't know why I'm going on. 確かに続ける理由がわからないわ。ね、夜の遊園地で何してんだろうね。多分、そのこれ乗って向こう側の門の向こう側に飛び降りるってことだと思うんだけど。すごいのあるね、あれ。ジェットコースターみたいなのも。あ、ジェットコースター乗ったっけ、そういえば俺。乗りましたね。よくわかんない時間を過ごした。この遊園地の反対側だって。もうちょいね、あの次にどこ行くべきかわかりやすかったらありがたいんだけど。浮いてる？銃浮いてない、あそこ。え、今拳銃浮いてたよね。拳銃は空に浮いてたな。よし、飛び降りるのは任意。俺動けないから、勝手に動くの飛び降りてくれるのかな。しかもこの時間長え。一瞬で行くんじゃなくて、ずっとなんか永久に見せられてる。あれの工場とか家は、あれは最初の家違うよね。
お化け屋敷かなんかがあれ。それジェットコースター。Well, I'm getting off here. はい。降りてください。降りた。降りれる場所があったんだね。はあ。今のところ早送りでいいっすね。多分ね。多分早送りでいいっすね、今のところ。飛び降りたよ。ウエスタンエリアみたいなとこに来ましたね。ちょいちょい見逃すんだよな、アイテムとかもね。あれは何これ。あ、ダイナマイトもある。普通に人だったものがいますね。中で銃声が。あ、マジで来てやがった。マジで来やがった な, な何体かいる。待て、向こうも銃使うのかい。出たら止まんのか、動きが。向こうも銃使ってくんのか。しかも向こうはリボルバーだ。テレビゲームだ。リボルバー使ってくんだね。確かにこのリボルバーあったな。アトラクションの弾とかなさそうだね。消えてた。2階から降りてきたけど、2階に何かあるのか。敵はん？銃声だけ。誰か撃ってきたね今ね。狭いところで卓球するのね。銃声がしたけど、失礼するぜ。回復とショットガンシル、まあまあまあ使った分だね。使った分返してもらった感じか。ここ弾だ。うん、使った分返してもらっただけだねこれ。OK。 じゃあ戻るか。どこから銃声がしたから、もう一匹いるかも。銃声があれか。いや痛い痛い。よし、結局ショットガン頼りだな。こっちは一応見てみるか。失ったものを取り返したい。ここもまあお店なんだね。バーなんだね。チケットとかあるか。メモがあるね。早朝まるで会話してるかのような2体のマリオネットを見た。こういうオートマトンに銃や剣を持たせるのは本当にいい考えなのか。俺はライトの城のためにファントムの館に向かう。また荒らされていたからな。みんなマナーがなっていない。常に汚れたり傷んだりしていた人形を交換したり、壁にペンキを塗ったりしている。ガキどもはそこら中に正規やうんちの落書きをするからだ。ホテルの部屋はすでにきれいにしてあるし、遊園地は春までにオープンしないので閉鎖した。メンテナンスマネージャー、まあ、当時のね。みんなうんちの絵を描くんだ。正規やうんちの絵、確かに正規やうんちの絵を描きましたね。この距離だとな、ショットガンだな。いちいち音楽流れるのね、敵が出てくると。どこも開かないじゃん。
た意味が。死体が何かしらあるかと思ったんだけど、開かないからな。ないよね。来た意味はあまりないかも。とりあえず次行きましょう。次のエリアは何なんだろうね。まあ、もしかしたらチケットあるかも。たまやチケットはなさそう。ここも入ってみる？ここも入ってみようか。じゃあ入れるのかな。入りました。いるかも。お店だ。どうもいらっしゃいませと。あ、弾とセーブさせてもらうよ。ハンドガンがな、ちょっと効きが悪いかな。あ、お前か。さっきのやつですね。ブブマックスと融合したブブ。これでもなんか今回はチケットが、あ、お化け屋敷だ。うわ、チケットとかいらないのかな。いや、吊るさ、めっちゃ吊るされてる。殺せ殺せしてる。怖っ。こっちは、これは何。いや、数がえぐいな。数えぐいな。ちょっとちゃんと狙おう。頭もいって、当たってるのかい。とりあえず胴打ちで。よし、やりきった。うわ、4人仲良しだね。お金埋めてんのかな。教会ってことか、これは。ね、教会だ。血塗られた教会。めっちゃ燃やしてる。えぐいな、なんか。なかなかにえぐいね。待って、あいつ、隠れちゃったか。近い近い近い。同じ位置でしゃがみやがった。よし、めっちゃ走りながら射撃してくるからね。回復、回復いるか。今は弾の方がいいけど。教会あったね。多分これが必要なんだろう、チケット。よし、お化け屋敷帰ろうか。お化け屋敷だ。いいね、ホラーゲームで言えばお化け屋敷なんで。中入っていきましょう。すっごいなんかホーンテッドマンションみたいなね。あれ、お化け屋敷って言っていいかわかんないですけど。え、陽気な感じはしますか。いいね。お、手を伸ばそうとすると裾が椅子に引っかかるな。椅子のこの肘掛けに。うん、これ入り口、ファントムハウス、ファントムの館だな。入りますかと。一応入るだけ入ってセーブしておこうか。おお、中に入ったらさらにな、屋敷がある。二段構えだった。いいね、雰囲気あるよこれ、かなり。ファントムハウス
いらっしゃい。アトラクション感半端ないね。お邪魔します。何か鋭い感じ。ゴン、こんな黒髪だったっけこの人。セーブじゃないのかこれ。うわすげえ、それっぽい、アトラクションっぽい。お化け屋敷感。これ本物ですね。これは本物ですね。本物も混じってんのね。硬いな。まれに本物も、本物も、あれも本物？いや、わかんねえな、もう。雲のね、雲のさ、トラウマがあるわけで、我々もね。弾。これは弾じゃない。弾だ？あれ、偽物。いや、本物いるでしょ、これ、だって。偽物か。疑心暗鬼。疑心暗鬼になってんな。キー、キー、アウトラスト感があるね。ケツ出てますし、ハゲとケツ。しかもあれ、ケツに力入ってる、エクボができてるという紳士のケツですね。紳士タイプのケツ。これは、あ、効かないですね。ちょっとセーブ入ります。こいつら襲ってくるタイプ。これダイナマイト必要じゃないかな。そういうアトラクションか。ダンボールでできてるって。本物ありそうだな。でもね、たまに殴っとくか。本物いそうだけど、中にな、一匹ぐらい混じっててもいいような気がするけど。あれは本物ですね。今のなんてこったって、さっきから本物いたじゃん。あすごっ。あ、奈落じゃないかこれ。危なっ。あれはまずいね。回復と 25% 回復ってあったっけ。あるね、使おう。さて、閉じ込められた。何？やりにくいな。スパイダー、いや、めっちゃ削られた。スパイダータイプのやつもいるんだ。天井張ってくんのか。天井張ってくるタイプか。出遅れたら間に合わないから、ショットガンで一応構えとこうか。かなり早かったね。かなり動きが早い。しかも暗くてね、はっきり見えないのがやばそう。キシキシってる。あ、俺ホーンテッドマンションで見たこれ。This is crazy. I don't know what's part of the ride and what's not. Damn, Frederick.もともとは乗り物だったんだけど、本物が混じっちゃってんじゃねえかな。こんなの狂ってると。こっちにアイテムと。
とかあるかな。はい、回復で番号か、わからないな。おお、くち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 言ってる、泣いている。ウェディングドレスか、ちょっと何これ、透明になってる、燃えてるね。鏡の中でウェディングドレスが燃えて泣いている。これに何かあるんだろうな。燃やせばいいのかそうじゃない、あ、それっぽい。一応セーブあったね。そこにメモがある、読み上げてみよう。ある小さな町にイザベラという若い女性が住んでいた。彼女は生涯の恋人でもあるガブリエルを深く愛していた。イザベラとガブリエルは間もなく結婚しようとしていた。結婚式の日が間近に迫り、式の前日、イザベラはウェディングドレスの入った謎めいた箱を受け取った。送り主を記したカードもメモも入っていなかった。ガブリエルからのサプライズプレゼントだと思ったイザベラは、大切な日にその美しいドレスを着ることにした。結婚式の夜、イザベラはピアノの前に座り、ガブリエルのために作曲した特別な曲を演奏した。一年に彼女のガブリエルの愛と感情を込められていた。しかし彼女が曲を演奏し終わる直前、ピアノの演奏が突然止まった。近くにあった古い時計は悲劇的な出来事が起こったまさにその時刻を記し止まっていた。そのウェディングドレスを着て死んだってこと？時計が時間を記していた。え？どこの時計？はい、ちょっとですね、パスワードがよく分かんなくて、この時計を時刻を記していたっていうので、多分時計を探せばいいんだと思って、時計探し回ったらですね、古時計はここに落ちてたんですよ。ただね、これ針がついてなくて時刻ではなさそうなんですね。で調べ回ったら、ここに数字が書いてあるんです、9と。なので、4桁探せばいいのかなって感じで。で、その探し回った結果、まず、ここ。鏡の中に時計が映ってて、で、時刻あるのかと思って探したらなかったんですけど、ここに4番という数字がよく見たら映ってるんですね。これ、過去のシーンなのかわかりませんけど。4番。で、ウェディングドレスのケツに、これ5番。今おならした？で最後ピアノですね。ピアノに0番があったと。で4桁あるので、おそらくこれ順番なんだと思うんですね。で結婚式の夜、イザベラピアノの前にするガブリエルのために作曲して特別演奏したと。だからこれはイザベラがドレスとなるんだな。5番が先で、ピアノが0番で、時が止まって古時計が出てきて、9番の悲劇的な出来事が起こったっていうので、4番が最後かなーっていう感じ。違うかもね、時計が最後かもしれないけど、ちょっと一回やってみようか。そうすると509の4かな。あ、オッケー、当たりましたね。ちょっと探し回るの時間かかっちゃったな。難しかったね。全然時間だけかと思ったら違った。弾ゲットもということは敵が出てくる。なんか踊ってるやつのとこ行くのかな、もしかして。これちょっと、はい、ちょっと通りますよ。こいつら襲ってきたらきついね。やば。
お化け屋敷だよ。外から大丈夫か。外からそっか。弾少ないけどね。捕まってるパペット。絶対出てくるやろこれ。絶対出てくるじゃん、オートマートンたち。これは？何を回したんだ？何を回したのかな？この数来たらちょっときついね。ひるんでる？ひるんでる？今いけるね。ちょっと危ない。なんであいつひざまずいたのかなと思ったら。これなんだ？もう一回当てるしかないな。何かしなきゃいけないっぽいな。こっち行ってみようか。ショットガンもそんなにいっぱいあるわけじゃないから。いいのかこれ。オッケーっぽい。何の音楽だった？あれもしかしてフレ誰だっけあいつ。You will only be safe on the dark. I should turn off the lamps. 嘘。安全なのは暗闇の中だけだと。ライトを消さなければ。了解しました。は？誰から攻撃受けた今俺。スタンド攻撃受けた？え、何の攻撃受けた今。あうって。ちょっと待ってくれ。あ、くっ。待って、見えない。もしかして上にいる？雲がいるのは見えてんだけど。え？ちょっと何から攻撃受けてんの？ちょっと何から攻撃受けてんのか分かんねえんだけど。うん？どういうこと？もう電気消してるよね。明かりに入っちゃダメってこと普通に。You will only be safe on the dark. I should turn off the lamps. 普通に明かりがダメージを受けるってことか。ああ、そういうことか。これはいいの？この明かりは。この明かりはいいのか？この明かりはいいのかな。動いてるね。よく見るとこっちの明かりも消したいな。いや、このハンドライトは大丈夫っぽいね、明かりを。幽霊たちがいたんだ。ああ、わけわかんないわけだ。目には見えない何かがいたんだね。完全に暗くして、大丈夫か。見えてたよね。食らっちゃった。待ってね、
俺ムート楽しいらしい。頭おかしいんじゃないか。楽しいけど。よし。多分このハンドライトは、ハンドライトは大丈夫なんだね。あっちは雲の卵がいっぱい。頭プル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 。あ、雲ついてる。かまいたちの夜2思い出すね。中から雲がブワーっと、小雲が。いやー、うーわ。えぐ。また雲か。もうショットガンないときついな。ここは燃えてる？ライター使えるわけじゃないのか。武器の幅狭いな武器の、ま、幅が本当に狭いな。2個しか持てない。火炎放射とかあればね。早い。ショットガン使わずに行きたかったけど一発もらっちゃったか。キャーエッチーみたいなね。口の中が雲が。キャーエッティー。ドンって音がしたら敵が出てくる。よし、弾セーブ、弾セーブ。雲強いんだよな普通に。うん、やれたやれた。よかったよかった。ここはワインセラーみたいなところだよね。距離があればやれる。思ったよりか体力なかったな。機械があって、あー、うるさいな。いっぱいいるね。向こうにもいるわ。ビチビチしてる。落ち着いてエイムしていこう。また雲ゾーンに入ったみたいだね。ん？進めるか。暗いな。なんかいる、なんかいる。嫌な予感するな。ちょっと待って。やった、あの爆風結構すごいよ。全然やってないじゃん。今のあれ何だったの。ね、最初の爆風何だったの。いっぱいあるじゃん。でもばそこにもあるね。最悪それ使えたってことか。よかったー壁突き刺さってる。漫画みたいな表現。暗すぎるでしょう。これは暗い。とても暗い。画面が暗い。ここはショットガンでよかった。虫？肉片？お化け屋敷がだいぶ深々と入ってきたら、もう地下
地下洞窟みたいなのかな。ここにもたくさんのオートマトンが。いくらなんでも研究しすぎじゃない？屋敷にもいっぱい死体あったけどさ、遊園地の地下にもこんなに死体がいっぱいあるなんて。なんだこれ、なんかタイラントモデルみたいなのがいそうだな。さっきのあのドクターは、あれはあれフレデリック本人ってこと？あっち側が明るいけどこっち側来てみたんだな。あえて暗い方に来てみたら、あでも上登れそうだなこれね。ね、あの医者っぽかったし、あいつフレデリックなのかな。でもちょっと顔がね、フランケンみたいになってた。これは無駄足だったか。オートマトンが普通にかけてあるだけだ。無駄足だね。無駄足と無駄玉だ。ライトもつかないし。よし戻ろう。これでまた再び屋敷、お化け屋敷に戻れるわけだ。戻れるのかな。これは人か。鍵を持ってる。ここのスタッフかなんかなのかな。ここでも改造した跡があるね。オートマトンを改造したっていうか、なんか実験した跡がある。生々しいんだよな、機械なのに血がすごいんだよ。まあ中身がもしかしたらね、人間の臓器が入ってたりするから血は出るんだろうけど、普通になんか拷問みたいなことしてんだよね。研究というよりかは何がしたいのかな。暴れ回ったからその結果なのか。まあ読んでみようか。ファントムの屋敷は子供たちを誘拐するに最高の乗り物だ。暗闇や恐怖感があり、子供たちが予想もしていなかった時にトラップドアを作動させ、子供たちを乗り物から引きずり出すことができる。最初はフェトゥーチーニ兄弟を説得するに苦労した。しかし人気のマリオネットを乗り物で大金を稼ぐことを知って、そんなことをすっかり忘れてしまったようだった。鬱陶しい遊園地の管理人がいつもこの辺りをかき回っているから、あいつはもう始末した。今の管理人か。なるほどね。子供たちをどうやって誘拐連れてきてるかと思ったら、遊園地に誘い出してお化け屋敷に入った子供たちをそのまま誘拐して実験して全部マリオネットっていうかオートマトにしてたんだ。どうやって集めたかと思ったらそういうことなんだね。暗号が必要。ホテルの鍵。なるほど、これかな。数字349734。え34、桁がおかしくね。34281。あ34309な3428。まあいいや、34281。ダメか。じゃあ3、これ隠れてる、これを予想するのかな。9 7 9 7。3497ね。34197、エンター。34297。あ、オッケー、そういうことだね。なんか直接脳にか語りかけてられてる。これいっぱいいるな多分。どっかが開いた。狭い方がいいか。これ動いてもわかんねえな。
狭い方から行くかってこっち何もねえわ多分ね。すっごい脳に直接話しかけて気持ち悪いな。っていうかこれ普通に生きてるのかもね魂は。床が抜けてる。そのポーズ何？あれか。これ怖いな。よし、怖い。まだ油断できないよ。開いた？開いてないか。こっちにもなんかありそうだね。じゃあね、やっぱりね、3箇所ありそう。違うか。上かな、それともこっちか。こっちだ。こん中入んなきゃいけないんだ。いや絶対なんかできそう。でかー普通にでかー。逃げよう。ほい。何にも起きないのかい。何にも起きなかったな。ファントムの方離れます。離れます。何も起きなかった何か起きるかと思ったら。よし、無事帰って。カーン。何その音。めっちゃカーンって言ったけど、ん？敵じゃないのか。いや、やったな普通に。やばい。ダイナマイト持ってる。やりきれなかった。ダイナマイト持ってる。ダイナマイトのハニーでもいいんじゃない。まだいたな今な。足止めて撃つのはまずいな。効かないのか。クソ邪魔なのか。危なかった。結構いたね。ダイナマイト突破野郎がいたな。きつすぎる。さてでもどこ行くんだろう。まあいいや、そこでセーブしよう。結構長いゲームですね本当にね。これセーブしよう。ただいま帰ってきました。あれ、なんかな。あ、なにこれ。なんか伸びてるけど。はい、というわけで今回じゃあここまでにしたいと思います。それではお疲れ様でした。